どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日もね、動画をご視聴いただきましてありがとうございます。本日はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラス、えバイマイルキャンペーン最大100%ボーナスマイルキャンペーンやっておりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、えー、ずっとね、見ていただいている方はね、分かっている方が多いと思うんですけども、私の動画のチャンネルでね、ユナイテッド航空のマイレージプラスの、えー、このね、購入すると、まあ、最大ね、ボーナスがもらえるっていうキャンペーンね、もう解説動画をね、作るのをね、やめたんですよね。まあ、やめたっていうか、2023年の5月にですね、このユナイテッド航空の、えー、マイレージプラスっていうのは、国際線のね、必要マイル数を大幅にアップしたんですよね。 で私のねおすすめとしては、まあ、やはりねユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは国際線で、ね、利用していただくとですねネインサーチャージがかからないっていう風になりますんで、まあ、それでねおすすめさせていただいた部分が、まあ、結構ありますので、まあ、国際線で必要マイル数アップと同時にですねこちらの動画ね作るのをやめたんですけども 視聴者の方からですね、こちらね、解説お願いしますっていう風にね、あのコメントいただきましたので、まあ一人でもね、あの見たいよっていう方いらっしゃいましたらですね、今後もね、作っていきたいなと思いますので、ぜひね、コメントいただければなぁと思います。で、今回ですね、ユナイテッド航空マイレージプラスのね、バイマイルキャンペーンなんですけども、 やはりね、あの、円安が響いておりますので、結構高いです。ですので、利用できる方、まあ、お得にね、利用できる方っていうのはですね、かなりね、限られてくるかな、なんていうふうに思うんですけれども、まあ、もしね、利用される予定のある方に関しては、参考にね、してみていただければな、と思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。 はい。ということで、こちらはね、公式サイトになっておりまして、今回ね、私のアカウントには100%ボーナスで、キャンペーンがね、来ております。ですけども、私の奥様の方にはですね、80%だったかなっていうふうになりますので、今回ね、人によっては100、100%ね、ボーナスマイルキャンペーンが来ているわけなんですけども、ユナイテッド航空のね、このマイレージプラスのバイマイルキャンペーンについては、毎月のようにね、行われておりますので、基本的に50%オフ、もしくは 100%ボーナスマイルキャンペーンの時以外はですね、購入するのをね、お勧めしておりません。まあ、ひとまずね、このバイマイルって結構高いので、え確実にね、100%のボーナスもしくは割引、50%割引の時もありますんで、まあ、どちらかでね、利用していただければなと思います。で、こちらね、規約の方がね、あの、細かく書いてありますので、私の方でね、要約させていただきました。 で、今回ですね、ユナイテッド航空マイレージプラス、マイル購入最大100%ボーナスマイルキャンペーンということで、期間はね、9月の4日から2024年9月の21日14時59分までって言ったがちになります。で、こちらですね、私の方でね、あの、時間の方日本時間に直しておりますので、公式サイトを見るとね、ちょっと違う時間が記載されていると思いますけども、この点ね、ご注意ください。で、今回の特典なんですけども、購入していただくと最大100%ボーナスということで、購入 購入上限は最大10万マイルまでっていった値になりまして、まあ、100%ボーナーついてね10万マイル購入していただくとまあ、20万マイルがね獲得することができます。で、このユナイテッド航空のねあのマイマイルキャンペーンに関しては、まあ、今回ね10万マイルっていう上限は設定されておりますけれども、まあ、結構ね緩和されたりいたしますので、まあ購入できる方はですね、今回10万まで、あ、また次回以降ね購入できるかもしれないって言った値になります。で、特典付与ですね、今回購入していただくと72時間い 以内にえ付与されるって言ったうちに。 なりますで、今回のね、えー、バイマイルキャンペーンなんですけれども、1ポイントのマイル単価ね、私の方で計算させていただきました。で、今回ね、2000マイル購入していただくとボーナスつかない。で、えー、5000マイルから1万マイルとかね、購入していただくと30%ボーナス。で、2万マイルとかね、購入すると65%とかね。ま、あこのね、ボーナスマイル自体がですね、4万マイル、えー、未満だとですね、100%ボーナスがつかない。ま、あ最大のボーナスがつかないっていう風になりますんで、えー、皆さんね、アカウント とチェックしていただいてえボーナスマイルがね何パーセントでねつくかね確認して。 購入してください。私はね、4万マイル購入していただくと100、100%ボーナスがついて、合計8万マイルがね、獲得することができて、購入価格が194,226円ということで、1マイルの単価は2.4円って言った味になります。もうね、4万マイル以降ですね、100%ボーナスマイルが10万マイルまでね、つきますので、まあ、どのマイル数購入していただいても、4万マイル以上購入すると、すべてね、マイル単価2.4円で購入することができる。 まあ、10万マイルとか購入するとね、20万マイルもらうことはできるんですけども、購入単価はね、48万5565円っていう風になりますんで、まあ、かなり高額ですよね。まあ、4万マイルでもね、8万マイル獲得できますけども、19万4226円ということで、購入自体はね、かなり高いっていう風になりますので、まあ、基本的にはね、マイル、ホテルのポイントもそうなんですけども、私はね、あの、購入自体はね、お勧めしておりません。クレジットトカードの、ね、ポイントを貯めて 交換していただくかポイイントトサイハピタスねね使っていただければです、ね、このユナイイテッド航空マイレージプラスに関しても、ハピタスからマリオットボンボイポイントに交換することができて、そこからね、ユナイテッド航空のマイレージプラスでも交換することができますので、まあ、基本的にクレジットカード、ポイントサイトをね、活用していただいて、利用していただいた方はですね、非常にお得にね、利用することができますので、まあ、先日のね、 あの、ファンクルとかのね、話もさせていただきましたけれども、モニター案件自体はですね、ハピタスにも一部あるっていう風になりますんで、まあ、できるだけね、マイル貯めたい方は、ハピタス使っていただいて、マイルとボンボンポイントね、あの貯めていただいて、交換していただいた方がね、おすすめって言ったがちになります。で、今回ね、マイル単価2.4円っていう風になりますんで、 まあ2円ね、もう超えちゃってるんですよね。昔はね、1マイルの単価ってのはだいたい2円ぐらいで、まあ2円ぐらいだったらまあね、購入してもね、いいんじゃないかみたいな。まあそんな感じで言われてたわけなんですけども、もう大幅に超えてね、2.4円とかになっておりますので、やはりね、為替のね、影響がございますので、まあ、結構、 結構高いですよね。まあもちろんね、このユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは、こういった形でね、利用することができて、国際線利用するときにね、サーチャージなしで利用することができたり、キャンセル変更とかね、無料で利用することができたり、まあ、マイルの有効期限もね、ございませんので、使い勝手としてはですね、非常にいいんですけども、やはりね、今年の2020年5月ですね、特にね、この必要マイル数が上がったり下がったりがね、 すごい頻発したんですよね。本当に5日間で3回変わるとかね、そんな感じになって、またね、あの、月末に1回変わってみたいなね、まあそんな感じになりましたので、 ちょっとね、あの、不安定な部分が、まあ、あったんですよね。で、6月以降はですね、そんなに大幅に変わってなかったと思うんですけれども、まあ、ひとまずね、こんな感じで利用することができるんですよね。で、国内に関しては、羽田メインの方は、伊丹、札幌、福岡、すべてね、5000マイルで利用することができて、羽田、那覇、石垣、宮古島とかが、片道8000マイルで利用することができます。一回の乗り継ぎは同マイルになりまして、国内に関しては、羽田からですね、仙台とか行きたい場合も、羽田、伊丹、仙台とかね、 ね利用するとこちらね5000マイルでね利用することができたりねいたしますのでまあ利用方法としてはですね結構ねお得に利用することができたりもするんですけどもまあユナイテッド航空のマイルはですねちょっとね変更がねいつ入るかわかんない事前アナウンスが入らない部分がございますのでここがね非常に怖いですよねで国際線に関しては2023年5月頃にですね必要もありますがね非常に 上がってしまいました。特にね、アメリカ本土路線とかね、えー、っと、それまでは3万6千マイルぐらいでね、東京からニューヨーク、まあニューヨークの近郊の空港なんですけども、まあ利用することができたりね、してたんですけども、今ね、アメリカ本土はだいたい5万5千っていう感じで、必要マリ数設定されておりまして、まあこれもですね、あの、減額マイルキャンペーンみたいな感じでね、あの、セイバーみたいなね、 感じで、あの、一気にね、下がって、三万一千とかね。ちょっと前までニューヨーク路線あったりしたんですけども、まあ、そういうこともあるんですよね。ですので、一概に五万五千平均でずっとっていうわけではないんですけども、まあ、たまにね、そういったこともあったりして、まあ、そういったので、狙えるとですね。まあ、非常にお得に利用することができて、しかもね、国際線年差チャージかからないので、ニューワークから東京とかね。本当に六ドルとか、租税等々をね、利用できたりするので、まあ、めちゃくちゃお得。 なねあの部分はあるんですけれども、まあ、必要マイルスはねあの基本だとちょっと高いっていう感じになりますんで、まあ、利用できるところになるとやはりねあの近距離路線グアムとかね韓国台北とかねここら辺利用していただく分にはまあいいのかなとマニラセブとかもねいいのかななんていうふうに思うんですけれどもまあこのねインチョンとかねデルタで発見しちゃうと7500 えー、アスラスカ航空も7500で行けると思いますし、タイペイとかもですね、えー、アラスカ航空だと7500とかで行けたりした、しちゃいますので、まあ、ちょっとね、あの、使い勝手はね、非常にいいんですけども、すごいね、必要回り数が少ないかって言われると、まあ、そこまででもないっていう感じに、まあ、なってしまったんですよね。まあ、グアムとかいいかなっていうところはあるんですけども、まあ、確かグアムもね、えー、エアカナダとかで12500とかで片道行けちゃったりするので、あの、 チャージが、ね、全くかかんない部分ではねいいのかななんていう風に思うんですけどもまあこういった感じなんですよねですのでまあ非常におすすめできるっていうのはまあ国内 っていうのと、あとね、エクスカーショニストパークですよね。まあちょっとこちらはね、あの上級者向けになりますんで、まあ動画ね出しておりますんで、そちらね、まあ、見ていただければなと思うんですけども、まあ3区間発見するとね、真ん中のね、区間がゼロマイルになるっていうね、まあ利用方法はあるんですけども、まあそれを利用するんだったらめちゃくちゃいいんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、まあちょっとね、あの単路線を利用するっていうのはちょっともったいないって言った形になりますかね。 で、このね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、国内で利用するってなるとね、まあ結構ね、おすすめポイントがございまして、まずね、必要マイル数が5000マイル、羽田、宮古、石垣。 なはもすべて8000マイルで利用することができますので、まあ、これがね、結構おすすめポイントです。で、またですね、このね、ユナイテッド航空のマイレージプラスは、あの、ANA のね、国内線の特典航空券がこういった感じで利用することができるんですけども、ANA のね、特典航空券っていうのは、えっと、今ね、あの、来年のゴールデンウィークとかね、あの、利用することができないんですよね。まだ予約開始になってないんですよね。こちらにね、入れようとするとですね、来年のゴールデンウィーク4月の29日から5月の5日とかなんですけど、 そこらへんね、予約しようとすると、来年のね、 1>, 1月下旬にね、発売予定なんですよね。来年のゴールデンウィークって。ですので、今ね、購入することが、まあ、できないんですよね。ANA マイルではですね。ですので、今からね、来年のゴールデンウィークを予約しようとすると、まあ、ANA マイルだと予約することができない。で、えー、それをね、あの、ユナイテッド航空だと、えー、予約することができるっていう風になりますので、まあ、こんな感じでね、東京から4月29日、来年の4月29日から5月の5日の伊丹の往復とかですね。 またね、東京から那覇のゴールデンウィークの往復であったり、東京からね、石垣のゴールデンウィークの往復であったり、こういった感じでですね、ユナイテッド航空の ANA の発見に関してはね、先にね、予約することができるんですよね。これ非常に不思議なんですけども、一応国際線扱いになってるんで、 まあ、利用することができるようになってると思うんですけども、ユナイテッド航空のマイルでですね、ANA のね、特典航空券発券していただくと、まあ、こういったね、ANA マイルではまだ発券できない区間も、ユナイテッド航空だったらね、発券することができるっていうふうになりますんで、これがね、結構強いかなっていうところですよね。今からね、来年のゴールデンウィークのですね、特典航空券もね、普通に、東京石垣とかね、往復1万6000マイル、東京伊丹とかですね、1万マイル 発見することができちゃったりしますのでこういった使い方をねしたいよっていう方は結構ねいいのではないのかなっていうところですね。 で、またですね、ユナイテッド航空のマイル購入される方は、トップキャッシュバックね、アメリカのポイントサイトになりますけれども、こちら経由していただくと、2.52%取れますので、もしね、購入する方は、まあ、こちらから行っていただいて、これで、ね、ユナイテッドエアとかね、入れていただくと、こちら出てきますので、こちらね、オンラインで購入していただけば、これ、あの、クリックするとね、普通にユナイテッド航空のサイトに飛びますので、まあ、ログインして購入していただければ、2.62%、あ、52%ですね、上乗せでね、取れるっていう風になります。 んで、まあ、こちらね確実に利用してくださいこれで、ね、あのペイパルとかでね引き出すことができますし、ペイパルに引き出しておけば、ですねアメリカの入国とかの、ね、エスタとかも購入することができますし、国内だと、ね、Q10 とか、えー、そこら辺のオンラインストアでも利用することができますし、まあ、ペイパル自体はですねまあ、ANA の国際線とかでも利用することができるんですけれども、ひとまずね銀行振り込みとかにもできますので、まあ、こちらね経由して購入はね確実にしていただければなぁと思います。 ということで今回ですね、ユナイテッド航空のマイレージプラス購入していただくと最大100%ボーナスマイルキャンペーンということで解説ね、させていただきました。ユナイテッド航空のね、提携カードとかね、保有されている方は、こちらね、一応規約に書いてあるんですけれども、マイル購入もですね、ユナイテッド航空の航空券と、えー、購入したいのとね、同じ。 あの、取り扱いになるみたいですので、ちょっと私持ってないんでね、試したことはないんですけれども、まあ、規約に書いてあるんで、おそらく、えー、ユナイテッド航空でね、航空券買ったのとね、同じ、あの、取り扱いになるかと思いますので、もしね、UA カードの定型カードを持ってる方に関しては、こちらで決済していただくとね、まあ、外貨事務で数量はかかりますけれども、カードによってはね、ボーナスマイルもらえますので、えー、ぜひね、こちらも、えー、覚えておいていただきたいなぁと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。LINE 公式アカウントで、ANA のクレジットカードの診断コンテンツ、<ス> ANA カード診断、こちらから無料で利用できるようになりました。ANA のクレジットカードを初めて発行される方、迷われている方は、こちらからね、あの、簡単な質問を答えていただくと、え わかるようになっておりますので、無料で入れてきますんでね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ